今回紹介するのは、諸星大二郎デビュー50周年記念トリビュートという本です。豪華な執筆陣が諸星氏作品に異形の念を抱いて捧げた作品が多くを占めるトリビュート本。参加者の日本や海外の漫画各賞受賞者ばかりの豪華なメンツに感動いたしますが、 ほとんどの漫画家さんが諸星し作品の出会いから作品に対する愛と池の念を示す内容がほとんどです。真っ向から諸星作品をカバーする作品を期待された方は肩すかしを食うでしょう。それでもとても嫌いになれない温かい作品集ですが蒸気くくりにあえて正面から挑んだのは、表者の印象では樋口祐子氏と近藤陽子氏のみ。 でした作者自身が出てこない自己作品と諸星作品キャラの二次制作的なものは萩尾元氏と高橋破壊師と寺田克也氏リメイク的な作品は山田明宏氏が寄せています作品分析パスティッシュ漫画を得意とする鳥・美希、唐沢直樹両氏の漫画は楽しいものでしたそれでも萩尾元氏と山岸涼子氏の揃い踏み 小東秀雄しが個人的に諸星氏に想定した四季氏、そして諸星氏ご本人を含む旅人、すべての漫画家書士が描き下ろしであることを思えば大いに価値ある作品集と言えます。参加漫画家画家書士の作品に対する諸星氏の逆トリビューと1万円も見物です。 諸星氏の画業50周年に対し、はめを外さず、礼儀正しく祝う本と言えましょう。角の期待は禁物ですが、豪華なトリビュート本に2497円を支払える余裕がある諸星氏、寄稿した漫画家初士ファンの方にはおすすめです。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。